え、アプリゲーム？アプリもやるときはやるけど、やっぱ一時期やらなくなったよね。そう、アプリゲームってやっぱね、隙間時間でやるんだよな。移動時間とか。俺この間村瀬くんの放送に全裸で突撃したとき、あいつガチャ引いてたもんな。あれは全裸じゃなかったんだっけ？いつも全裸だからな。僕ね、人の放送を見に行くときね、大体全裸なんだよね。今日服着てんのが珍しいぐらい。いやいや、ちょっと待って、いや違うな。これ初見の人もいるから、誤解を受ける。そう、だから向こうのポンミンの方々からすると、俺全裸先輩って呼ばれてるよ、向こう行くと。全裸先輩って、ポンミンの間では有名らしい。パワーワードすぎる。